なくてもいいですよ、自由にね、どうぞというか。ラジオの三平、えなりかずきの金庫にしまってある宝物ベスト3。3位、お年玉を貯めて初めて買ったトランシーバー。2位、50年代に作られたラルフ・ローレンのヴィンテージポロシャツ。1位、スガコが食べ残した握り飯。好きなの。よっぽどなんだろう。好きやね。好きじゃないとそれやってらんないよね。今。スガコが好きだからって言われてる。好きじゃないとあんなに渡る世間出てらんねえよ。そうですけど。若い時から思春期も。ああ、そうか。思春期出たくねえだろ、いずめピンコと橋田スガコ。スガコが好きだから出てたわけじゃないと思いますけど、俺。普通お前なんだ16で橋田壽賀子と泉ピン子のドラマって言ったらちょっと反抗するだろう。きちいっすね。それはきちいっすわ。それずっと出てんのはやっぱこういうことだ。好きだから、好きだからだったんだ。ラジオネーム青コーナー赤松、勃起したチンコに引っ掛けたらおしゃれそうなものランキング。3位、阪神の金本監督とかが首に巻いてるあのアクアチタンのネックレス。2位、首長族の首のやつ。さあ1位、ホテルの寝てますのやつ。窓辺に起きてんじゃん。なかなかいいじゃん。すげえ面白い。大丈夫、三平、喉がカラッカラに渇いてる時に絶対飲んではいけないドリンクベスト3。3位、コーンポタージュ。2位、豚汁。1位、森久美子の尿。なんでなんでバカか。尿全般って。尿全般なら分かるけど、なんで人限定して、なんで森久美さんなんですか。もん普通に、もんでだろうな。頭皮が、ああそういうこと。やっぱ多くなっちゃうから喉乾くか、結果喉乾いちゃうか。それは嫌ですね。そう考えたら確かに。そこまで読むんだ。どうコーンポタージュと森久美子さんの尿を、あおよ、じゃあ、ほい、どっちか飲めよって言われたらどっち向いて。いや、コーンポタージュでしょ、それは。マジ？いや、どっち選ぶんすか。意外だ。森久美子さんと、コーンポタージュ。マジじゃないでしょ。ラジオネーム、シドジェット気流。こんなところに、おちんぽがあったら気づかず触っちゃうかもな。こっち、それ。3位、学校の花壇。2位、釣り具店のリール売り場。1位、フライドチキンのファミリーパック。あー、触っちゃ、触るのは触るだろうけど食べられはしないだろう。食べてもらいたいんだろうね。もう結局は。そうですね。触っちゃう、触っちゃう。どこ、どう、えー、どこ入れたい、どこ入れたい。チンチン、誰か女優さんの楽屋のこうテーブルのとこに化粧品とかのチンポッコだけ飛び出てる感じ。僕全然やってる、やってる。でもすぐ警察呼ばれて終わりだぞ、お前人生。なんで真面目になんだよそこ。急に。お笑いのやつじゃん今だって。すいません。お笑いのこと言うな、お前ら今井花に負けてんだから。そうです。いつ勝負してくれんすか大将が。ラジオネーム超獣ギガジャクソン。料理に恵比寿ヨシカズのチンカスを入れた時のヨネスケのリアクションランキング。2人出てきちゃった。3位、なんか変なの入れた。2位、奥さん、これ腐ったりしない。あれの番号腐ってたりしない。1位、あ、これチンカスだ、うまい。うまいんかい。うまいんかい。言いそう、師匠。これいいんじゃないですか。気づいてうまいんだ。いや、こっちんかさ、うまい。うまいんか。隣の番号だ。ああ、面白いな、ヨネスケ師匠。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン。飼い犬が鍋に入れられていても、気づかず食べて、美味しいと言ってそうな有名人。うわ、やば。3位、これやばいな。長州力。2位、和島浩二。うわ、1位、誰だ、佐々木健介。みんな、みんな、これみんな一緒。同じ分野。くくり一緒。分類。長州、和島、佐々木、同一人物。違う、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 ぐらい。続いてコーナーベスト3。
いろんなもののベスト3教えてもらってます。ラジオネーム我が名は下か。ろ過せずに飲めるものベスト3。さ、青春なんだ。3位、山の雪解け水、はいはい、2位、いい、地下から湧き出る清流水、いい、1位、エマ・ワトソンの尿。ほらほら、設定そうだ、設定そうだもん。飲めるけど、すごい名前、予言者だな。すげえ、予言者だったんですか。ラジオネーム、あんこ餅。なんやかんや紆余曲折あって結局一周回って可愛いものベスト3。3位リラックマ、2位かわいい広瀬すず、あ、1位自分のおちんちん。ちょっとそうっぽかった。いや俺だけど、落合が入ってたようにその女性もんのパンティー入った日には俺もう、はい、もうダメだわ今日。ああやって見せられないもんみんなに。そんななっちゃうんすか。やっぱ女性用の下着と、パンストを履くとやっぱもうちょっともう本当に闇金牛島くんに出てくるクソクズみたいな。いたいた、ふわ、いましたね、電話を受ける興奮するやつ、やばすぎるでしょ。言わない方がいいんじゃないですかね。わかんないけど。言わない方がいいんじゃないですか。言わない方がいいことなんてないんだよ。こんな仕事やってんだから。すいませんでした。イメージ商売の何でもかんでも、かっこつけてる連中とは違うんだから、我々は。確かに。我々はパンストを履いたら、おちんちんが立って興奮しちゃうんですっていうのを、言うことでお金をもらってる仕事。そんな仕事。そんなことめちゃめちゃ硬いと思うんだよ、それ。お母さんのパンティーをジップロックに入れてな。それでやっとお金がもらえる仕事だ、我々は。ようやくお金もらえるんですから、これで。すいません。我々はラップの世界の人とも、役者の世界の人とも、女優さんとも違う。はい、我々はこういう仕事をしてる。どんな仕事ですか。そうでもない気しますけど。誰にでも頭下げるしね、我々は。そうですね。それが我々の仕事ですよ。そうです。そしてそれよりも地位が低いのは辻くんな。それよりも辻くんだけは低い。追加そうじゃないですか、辻さんは。追加なんてご飯食えない。飯食えないんだ。飯食えない人はもう弱いから。そうか。辻さんダメだな、それは食わないと。うん、それはすごい。で、待って、ちょっと今度参戦してみるじゃん。飯食いに。大食いに。ディレクターと酒井と俺誰が一番偉いのかそろそろはっきりさせないといけないようで。ラジオネームチェコの大砲。チンコに掘ってあったら一目置いてしまう柄ベスト3。3位ゼブラ柄チンコにね。2位和柄の錦鯉。1位アルゼンチン国旗の真ん中の太陽。黄色いやつ笑ったやつ。黄色いやつあるよ。怖いわ、全部。ラジオネーム。勃起シーズン到来。ブロンドでガウンが似合う美女ランキング。うん、3位、キャメロン・ディアス、うん。2位、マリリン・モンロー。1位、カンドリ・シノブ。うん、もう一つです。ラジオネーム。謎解きポテト。ヘビにフェラチオをされているムツゴロウさんが言いそうな言葉ベスト3。これあのほとんどこれ普通ダメだよ。ダメだよ。いい加減してくれろ。言えない。平気で書いてきてるけど。甘くなってるなちょっと。さあ、こいこれフェラチオあいいこれやめなさい。2位犬や猫もいいけどやっぱり冷静、ヘビは格別だな。冷静だな。2位冷静だな。1位えっ、それだろ絶対。それでしょ。幼稚なんだよ。あげとくか。じゃあ1枚もうパン。ラジオネームマザーズミルク。翔英がしそうな将棋の反則ランキングベスト3。 3位二歩。2位桂馬を食べる。もうおかしい。1位
ゴフ気づけや肉で肉で巻きでしょまずゴフゴフゴフ見てくれたんだいやーあげエンジェルあげとこうかゴフバカすぎるなラジオネーム謎解きポテトカレーの隠し味として使えるものベスト3、まあ、3位リンゴ、まあ、2位蜂蜜確かに1位北川景子さんのションベンほらションベン来た絶対そうだもんションベン来たわ味系来たらションベンならもう酒井はションベン好き好きじゃねえっすよ大喜びしてるラジオネームパンチドランカー斉藤小泉純一郎が母乳バーに行った時に言いそうなセリフベスト3 3位鮮度がすごくて感動した2位歴史に残る名母乳だ1位えこれってオプションで直飲み追加できるんですか言うわけねえだろくだらないんだよ1位が1位が絶対言わないやつだ直飲みだろ何言ってんのよラジオネームビワ乱調にあり相棒ドラマ相棒で杉下右京が言いそうなセリフベスト3、うん、いかにアナルの中が違い方形だとしても一歩アナルの外に出てしまえばその時点で密輸となりあなたは法で裁かれますそれサインなの2位犯行の瞬間あなたは自分の皮を剥いてさも自分が方形ではないように見せかけたしかしあなたの祈祷は赤くテカっていた方形じゃない人間の祈祷は赤くありませんえそれが証拠ですそうなっちゃうの1位これですか いえこれは紅茶ではありません女子高生のションベンもういいよ出すぎっしょションベンジョボジョボ出てますよもうちょっと1コーナーに3ションベン出てますよ何なんだ3ション3ションラジオネームエモペ振り分け親方が七尾さんにアナルを責められた時のリアクションランキングベスト3第3位は恥ずかしいでごわす第2位あんまり見ないでほしいでごわす1位ひーいくいい加減にしろブレイクコーナーベスト大正年我が名は明日か風呂上がりはやっぱりこれベスト3あ絶対いいじゃん絶対3位コーヒー牛乳2位ビール1位マイコラス嫁のショーンめちゃめちゃビジだ美人だけどなラジオネームセンターエビス風俗嬢に言われて嬉しかった言葉ベスト3あこれ冒頭のだから風俗嬢を辞める人も聞いててくれたらそっかこれ参考にしてもらえれば、うん、3位すごいこんなの初めて、うん、いいな2位私たちってすごく相性いいのかもあめっちゃいい1位もしかしてタチヒロシさんですか。なんで、なんで嬉しいのか。なんで、まあ嬉しいのかな。嬉しいけど、いやいいの来た。さっきちょっとセンターエビスちょっと坂東さんの件残ったんだけど、これをあげよう。おっ、すごい。失敗した。バン。なんでだ。ラジオネームシドジェットキリュウ。こんなところに金玉があったら気づかずに。触っちゃうかもランキング3位ガマ口の小銭入れ2位うどん屋で出されたお稲荷さん1位チキンナゲットのファミリーパックこの前も言ってなかったラジオネームラッパーザキバチョフ田中邦衛が間違えて食べちゃうものランキング第3位
たらこと明太子、うん、第2位プリンと茶碗蒸し、あ第1位ソーセージとダイナマイト間違いない、重すぎる間違いない、バカじゃないだろ。ラジオネーム謎解きポテト、ゾウの鼻がアナルに入ったムツゴロウさんが言いそうな言葉ベスト3。3位、い意外と入れやすいな。2位、あー気持ちいい、これさえあればバイブはもういらない。1位、助けてくれ、避けるよ。普通なんだ。余裕なんじゃねえのか。ラジオネーム、バラマンディ、一度は住んでみたいところランキング、3位ニューヨーク、2位ハワイ、1位広瀬すずのアナル。まあ、住んでみたいなら、お前ら今日中にはお似合い。ラジオネーム、扶養義務、日本国民に聞いた2017年の重大出来事ランキング、うん、3位稀勢の里初優勝、うん、2位侍ジャパン惜しくもベスト4敗退、うんうん、1位夏川潤年齢サバ読みから10周年。10年経つんだね、もう。ラジオネームエモペイ、七尾さんにぴったりな源氏名ベスト3、まあキャバクラとか風俗勤めた時の名前ですよね、はい、七尾さん。3位若菜ちゃん。第2位みやびちゃん。第1位アナルクイーンジェシカ。いや、ね、アナルクイーン出てくる。パン、ラジオネーム三平、フルマラソンを走り終えた宋兄弟がお互いの健闘を称え合った後に言いそうなセリフベスト3、うん、お疲れ様って言った後ね、はい、3位メガネ曇ってるぞ。2位お前変な顔してんな。そこで言いますよ。1位あっち行け。そうもない。見たくない。言いそうなの。見たくない。今総教といじります。すげえな。いや、あげとこう。パン、逆に新鮮です、ね、ああ面白い。どうしようかな、ラジオネームはどうしようかな、ラッパーザキバチョフ、飲もうとしたものが白ワインじゃなくてガソリンだった時の田崎真也のセリフランキング。これは変な匂いがしますね。鈍感だ。3位に、うわこれ本当に飲めるんですか。下バカだな。1位うんべえ。ダメだ。ガソリンじゃんって言わないで。言わないで。飲んじゃうんですね。それが1位じゃないと。ワインと出される。ラジオネームおまっとさんでした。朝起きるとベッドに馬の生首が入っていた時ののんちゃんがしそうなリアクションベスト3。3位わあ馬の生首だ。しんちゃんかな。ああ第2位くっせえ誰だオラの部屋で草や焼いてるバカスケは。しんちゃんのんちゃんって言っちゃったんだこいつ。第1位あぶねえなんか、あ、のんちゃんね。あぶねえなんかあったけえから
ネションベンしまったと思ったら馬の血だったっぺよそういうことか、これあれね、脳年レナちゃんの、あゃんそういうことか、すいませんでした、お詫びにあげときますパン以上です。続いてはベスト3のコーナーですね。何でもランキングお待ちしております。ラジオ三平、吉野家で他の客が食べ残した牛丼を物欲しそうな目で見つめる長州力が、うん、これいただいてもいいですかとお願いして、うん、きっぱり断られた後に言いそうなセリフベスト3 3位、お腹空いてるんだけどな第2位、まだ食べたいんだけどな1位、これいただいてもいいですか。もう一回しつこ。なんで諦めない。滑舌あるから聞こえてないのかなと思って。はい。なるほど。はい。あ、これいただいてもいいですか。はい。ええ。うん。これいただいてもいい。ちょっと丁寧に折れないんだ。これいただいてもいいですか。ラジオネーム、オール下半身巨人。宇宙飛行士が船内で言いそうなランキングベスト3、うんうん、3位、地球は青いなぁ、うんうん、2位、無重力は楽しいなぁ、うん、1位、シコルから向こう行ってて1位なんですかそれ。でも言ってそうだなそうかな、はい、あるかでもあるだろうな、そうですよ、長い時間いたら長い時間。ラジオのラッパー崎バチョフ、この世で最も硬いものランキング3位、鉄、うん、2位、ダイヤモンド、お1位、渡里哲也の金玉金玉か、ダイヤモンドより金玉金玉か、硬いイメージないか、そうなんですね、気合が入ればジョンオチックバイ金バイの時は硬い、一番ダイヤモンドより硬い、ジョンオチックバイの時はガチーンダイヤモンドよりすげえな、そんな力入れたんですねラジオネーム九刀流、田中邦衛にしても田中邦衛さんにやっても死ぬまでギリギリ気づかなさそうないたずら3位、家にある全ての時計の針を6時間進める、うん、2位、シャンプーの中身をローと入れ替える1位、寝てる間に胃を取り除くいやいや気づく絶対気づかげにしろラジオネーム我が名はしたか、津川雅彦が手こきされてていきなり玉金を責められた時に言いそうな言葉ベスト3 3位、どうしてわかったオスックス2位、金太郎1位、抗がんマッサージ最高言わねえだろストレートに言ったラジオネームこんなんばっかだろ、ラジオネーム今頭痛が痛い、アナルに肉じゃがを入れた時の料理研究家土井善晴先生が言いそうなことランキング3位、うん、じゃがいもホクホクですねイントネーションそんな感じだな第2位、糸こんにゃく気持ちいいめっちゃ合うけど1位、あっちじゃがいも味よ無理無理よ1位、大体一緒じゃん、いつもムツゴロウにしても何にしても熱いいい加減にしてよ、3位が一番面白いかもしれないあげとくか、おパン、ラジオにもマットさんでした、原田が船木にペニバンでアナルを責められてる時に言いそうなことベスト3、うん、3位、痛い痛い2位、もっと優しくして1位、船木だろうな、だろうなジャンプの名シーン言いそうなが多すぎるだろお前なんだよいや同じじゃん全部
ラジオネーム寝たきりこぼし。ガッキーと一緒にボーリングに行き、ガッキーがボーリングの玉の穴と間違えて俺のアナルに指を突っ込んでしまった時に俺が思わず言っちゃう言葉ランキング3位、いや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 、入れる穴間違えてますから。2位、え、ちょ、何ですかこの状況。1位、くーいーいくー一緒じゃん。だから全部全部全部一緒。より口こんなのお前ら自分たちで自分たちをパクってるだけじゃないか。どうだめネタ共有しますよ、ね、ネタ共有が多いのよ本当に。ラジオネーム、あ、これはいいですよ、ラジオネーム謎解きポテト。人気の俳句作品ベスト3。3位、かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺、正岡子規。第2位、古池屋買わず飛び込む水の音、松尾芭蕉。1位、さあ飲もう有村架純のしょんべんを、俺。俺いや、それ一緒じゃないですか。いや、しょんべんどうしかねえじゃん。なんだそういうブームやめてくれる。ラジオネーム、大丈夫を気取ってます。いいともの習字コーナーで、包茎と書かれた作品があったときに、書道家の森大栄先生が言いそうなことベスト3。3位、包茎の包という字は、包むとも読みます。なので、止め、跳ね、払い、もしく、払いも優しく包み込むように書くといいですね。第2位、これは力強い包茎ですね。包茎でも恥ずかしくないぞという意志が作品からも伝わってきます。1位、くっせー、これ墨汁じゃなくて精子で書いただろう。全然わかんない。言わないもん、そんな。言わないっす。ラジオネーム、弟子の正彦。さかなクンの頭にマグマをかけた時のリアクション。何してんだよ、全然わかんねえんだよ。キョギャー。2位、キョッ。1位、ギャー。いや、そりゃそうだ、そりゃそうだ、冗談って言ってる場合じゃないんだから。よ、なるほど。絶対あげない、こんなの。そこまでよくたどり着いたの、そのね。ラジオネーム三平。中島みゆきの名曲、ファイトを聞いた、照英が言いそうな感想、ベスト3。3位、ファイトって、確か英語だぞ。バカだすんげえ、そればっかり考えちゃった。第2位、長いな。いやいや、めちゃくちゃいい歌だから。全部飽きないでずっと聴けるもん。1位、この声さては女じゃん。バカだ、悟空みてえなリアクションすんな。おい、この前ちょっとバンバン始めんぐらいじゃないのよ。あの、確かめる。いや、もうじゃあ、エンジェルあげとこう。パン。どうしようかな。もうちょっとだけかな。どうしよう。迷うな。ちょっと繋いどいて。はい。いや、ハリーポッター見ます？ハリーポッター。ハリーポッター。はい、うん。好きなシリーズあります？剣じゃないし。いや、あ、一番最初ですか、うん、いや、そうですね。まあ、一番最初は一番面白いですから、うんうん。もういい？はい。いやいや、一応繋いでおいたつもりなんですけど。一応繋いでおいたつもりです。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。夜中にこっそり、肛門にバンテリンを入れられた時の松本幸四郎のセリフランキング。すげえと。第3位。ちょっと何してるんだ。第2位、やっていいことと悪いことがあるぞ。1位、
いくよなぁ。そバッテリー俺続いてはベスト3。ラジオネーム電池2個。お姫様抱っこをされた時の南こうせつが言いそうなこと。第3位、こら下ろしなさい。第2位、おいやめろって。第1位、キャいやいや、女の子じゃない。なんで南こうせつさんはいつも女扱いするんだよ。ラジオネームエース。インスタグラムを乗っ取られてチンコの写真をアップさせられた翔英さんが言いそうなことベスト3。第3位、俺のインスタが乗っ取られてるよ。第2位、誰だよ俺のインスタ乗っ取ったやつ。第1位、うわぁ美味しそうなマッサクバカかい、めちゃめちゃバカすぎるな。バカかこいつ。バカすぎるな。間違いないでしょ。ラジオネームスチールマン。阿部寛のアナルに入れたらさすがに眉を潜めるものランキング。第3位、アヒージョ。3位なんすか。なんでちょっと耐えられた。なんでちょっと耐えられた。眉潜めるぐらいですまない。第2位、鉄アレ。おお、なんでしょ。意外と良さそう。1位、闘牛。一緒だろ。ズボーン。ギャグ漫画じゃないですか。穴の実じゃん。闘牛吸い込んでるじゃん、一応。一回。能力者。あげとこう。パン。ラジオネーム、石川フルボッキ。沢尻エリカ様に、されたい拷問ランキング、3位、祈祷に別にという文字のタトゥーを刻み込まれる。2位、エリカ様の唾と清水のカクテルアナルで一気飲み。1位、方形の包皮を思いっきり伸ばされダルダルになった皮をホッチキスでパチパチ止められる、これは本当のファンじゃないから全然響かない。誰かの真似してるだけ。そうそう、ラジオネーム、AS。 第1、風俗嬢がプレイ中にゲロを吐いてしまった時、要潤が言いそうなことベスト3。第3位、大丈夫ですか、体調悪いんですか、救急車呼びましょうか。優しい。第2位、すいません、どなたかいらっしゃいませんか、この方体調が優れないみたいです。第1位、きったねえなてめえ、何ゲロ吐いてんだブス。言わないですよね、そんなこと。ジュンさん、うどんのこと絡めてくれよ。そうだ。ラジオネーム起きてルーシー。俺の横チンを見た水川あさみさんに言ってほしい言葉ベスト3。3位、こらこらそっぽ向かないの。2位、枠にはまらないのかっこいいじゃん。1位、もうチンコかと思った。なんでちょっとあれ聞いてんのな。ないな。ラジオネーム、ラジオネームね、今頭痛が痛い。金玉が取れてしまった時やることランキング。3位、瞬間接着剤で元に戻す。やめた方がいいよ。2位、屋根の上に投げる。歯じゃねえか。1位、食べてほっぺのところでキープ。安全じゃないよ、ほっぺのところで。病院投げとく。ねえ、なんだろうな。ラジオネーム謎解きポテト。街でいきなり男性ファンにアナルに指を入れられた梅沢富美男が言いそうな言葉ベスト3。3位、おやるなら手こきもやってくれよ。いや、それ3位なん、それ3位なんすか。2位、指じゃ細すぎるよ、開け目用してこい。強いね。1位、やめろよ。いや、それはそうだ。3位と2位何だったんだ。じゃあ面白いけどね。
めちゃめちゃ怒られてる絶対。どうしようかな。なんか結構ね、あの パターンが結構似てるからね、難しいんだよな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。芸能人名言ランキング第3位明石家さんま、生きてるだけで丸儲け、うん、第2位ビートたけし、努力って宝くじみたいなもの、当たるかどうかわからないけど買わなきゃ当たらない、第1位有吉弘行、パンティーストッキングでキッチキチになったチンコを見ると興奮して勃起しちゃう。やめろ。何回言うんだよ、俺の牛島くんエピソード言うなよ。こんなやつだよ。ラジオネーム AS、 理想の死に方ベスト3、第3位48グループ全員のションベンを溜めたプールで溺死、第2位篠崎愛のおっぱいを喉の奥まで入れられて窒息し、1位家族に見守られながら老衰。そういう死に方なんだよ。満足するなそんなもん。篠崎愛のおっぱい餅じゃねえか。もう詰まらせる。飲む人いますけど。そっか、あとはどうしようかな。難しいところだな。もう、あれ、そうだね、ベスト3来週またちょっと面白いのお待ちしております。はい、一旦ブレイクします。コーナーね、はい、ベスト3何でもランキングベスト3お願いします。ラジオネーム田中誠志郎、白豚こと村上春樹がアナルに極太バイブを突っ込まれた時に思わず言ってしまいそうなことベスト3、うん、第3位、あーノルウェー森が開墾されちゃう。騒ぎで第2位、この騎士団長殺し。第1位、ノーベル賞もノーベル文学賞もそこに入れて。バカじゃない。何言ってんの。そんな欲しいのかよ。あげよう。やっぱり欲しいんですね。ラジオネーム、AS、 大谷翔平の160キロの剛速球をアナルに受けた翔英が言いそうなことベスト3。第3位、いってぇアナルが取れる。第2位、ああ行く。1位、ああ大谷選手だ、サインください。バカだよ、なんなんだよ、無傷かよ。無傷って。気にもしてないですねもう。ラジオネーム、シドジェット気流、ひじきに陰毛を混入させた時の武田鉄矢の反応ランキング、3位何ですか。第2位、これはやたら歯に挟まります。1位、僕はいりません、これは陰謀だから。古いんだよ、もっと今の鉄矢あるだろう、なんか今のだと、ね、名作ですからね。ラジオネーム、うな重一丁、セリフばっかりなら最近。ラジオネーム、うな重一丁ね、スーツを着た仁王立ちの渡里哲也が右ポケットに手を入れ、おもむろに一つのピンクローターを取り出し、こちらに見せつけるように掲げたところで言いそうな渋い言葉ランキング、ほう、第3位、確定申告お早めに。ピンクローター関係ないよ。2位、送料無料。ピンクローターが絡んできた。あ、なるほど。1位絡んできた、夢。夢言わないだろ、言って。男とは飲むことよっつっておっしゃってましたね。かっこいいですよ。でしたね。ラジオネーム、パンチドランカー斉藤、堀井学選手がスピードスケートの試合終了後帽子を取った時に
観客席で見ていた森泉が言いそうなことベスト3。すごいシチュエーション。第3位。わあ、うん、すごいハゲてるね。第2位。あの人の、あの人の頭モザイクかけなくて大丈夫？1位。恐竜の金玉やないかい。言わないだろ、1位絶対。な、堀井学って、今時。めちゃめちゃじゃん。自分のわがままなシチュエーション作りすぎだぞ、お前。そこに一番力入れてみんな。そうですよね。本当に久々だな。ラジオネーム、センター恵比寿。お葬式に参列をした、翔英が言いそうなことベスト3。うん、3位。あ、黒い服を流行ってんだな。第2位。あ、これが噂のお寿司のパーティーか。何言ってんの。1位。うわ、死体だ。翔平ばっかり。翔平もっと面白いだろう。ラジオネーム三平。めちゃくちゃギターがうまいのに全然モテないギタリストの特徴ベスト3。はい、3位、めちゃくちゃ髪が汚い。2位、めちゃくちゃ服がダサい。1位、あだ名はよっちゃん。これ吉尾じゃん、全部。ほら、全部そうじゃん。全部それ一人じゃない。一人じゃないからない。一人わけないだろ。でも痛むんだろうね。でも髪ずっと伸ばしてらっしゃって、あのソバージュとかかけてるやな。そうでしょうね。大変だよな、あれ長い髪っていうのも。そうですよ。パッサパサだもんね、みんなね。そうですね。いやー、経験ないからわかんないですけど。やってみたら？お前髪伸ばしたらどんな感じなんだろうな。います割と太って。ナンシー関さんだな。あー。ナンシー関さんとか見てんだろうな。まさに関だし。おー、いやそうですけど、やっぱちょっと汚くないですか。なんでよ。なんかこう不潔な感じが増しちゃう。それだと清潔にしてりゃいいんだもん。うん、俺もお前も脇が好きなんだし。なんだしって言われても。さっき問題発言だけど、お前も好きだったのかと思っちゃったけど。いやだからなんか初めて有吉さんと共通のものが見つかって今。俺なんか、いやこれそりゃ本人は気にしてるだろうしさ。まあそうですね。嫌だと思うけどさ、外国の人なんで結構それに寛容だとか言うんじゃない。結構そうですね。俺もそうなんだよな。なんか可愛い女の子からほのかにその匂いなんか漂ってくるとさ、もうフェロモンとしか感じないよね。あ、でもマジその鼻の蜜を吸いに行く蝶のようにさ、はい、スーッとなんかフラーッとな。そうなんだ、俺もそうなんだよ。好きですよね。外国人感覚なんだろうな多分。そうなんだ。だからメキシカンピラフ好きなのかもな。異様にな好きなんですよね。なーじゃねえよ。なかなか理解してもらえない。でも絶対いるとは思うんですよね。な、うん、なじゃねえ。なじゃねえ。なじゃねえ。ラジオネームチェーンギャング5。絶対に他人に見られたくないものベスト3。いいですね。うん、3位、乳首。なんでだよ、男だろお前。2位、アナル。1位、昨日初めて作ってみて4時間かかったけど真っ黒焦げになって失敗しちゃったハート型のクッキー。うるせえんだよお前。おじさんだろお前。どうせ知らねえけどお前、おじさんだろどうせ。おじさん何言ってんだよ。乳首もあんなのも平気だろ。ましてクッキーなんて作んねえだろお前。ラジオネーム、今頭痛が痛い FM 群馬。柳葉敏郎の我慢汁を普段使っている目薬とすり替えた時、小田裕二が言いそうなことランキング。3位、くー来たー。聞いてるじゃん。いいじゃない。2位、変わらないよ。あれ、これ舐めた方がうまい。してんの。1位、ギバちゃんの我慢汁しょっぺー。分かってんだよもう。どういう関係なの。なんで分かるな。
ラジオネーム田中誠志郎、シャカリキドブスのそこじゃねえよ発言ベスト3。3位、うん、目元パッチリっていうよりまあどっちかっていうと切れ長だからさ。2位、やばい今日超顔むくんでる。3位、あごめん、1位、あすいませんパンケーキの生クリーム少なめでお願いします。腹立つわ。以上です。ランキングベスト3というコーナーでございます。世の中のいろんなランキング教えてもらってます。ラジオネーム油ギッシュユウ、広瀬すずに会って俺にはないものランキング。3位おっぱい、2位髪の毛、1位家族。お前ないのか、寂しいな。そうですね、頑張れよ。ラジオネームパンチドランカー佐藤、ごめんなさい、ラジオネームパンチドランカー斉藤、高橋名人が風俗に行って言いそうなことベスト3、うん、3位、お金払うんで乳首16連射してもらっていいですか。2位、お金払うんでアナルにファミコンのカセット入れてもらっていいですか。1位、ソープは1日1時間。大体な。まあまあいいね、あげとくか。パン、ラジオネーム喉が渇いたルシール、金玉と荒川よしよしの簡単な見分け方ベスト3。3位、笑顔が可愛い方が荒川よしよし。2位、袋の中に隠れてる方が金玉。1位、こんにちはと言うと、あこんにちはと言い返してくる方が金玉。怖い話だった。でそんなに。ラジオネーム、どうしようかな、エモペ、ガキの頃はうわー大きいなーって感動したのに、今となっては何とも思わなくなってしまったものベスト3。3位、家の窓から見える銭湯の煙突。うーん、第2位、お袋が作るオムライス。うーん、1位、親父のチンコ。切ないなぁ。こち亀みたいな、こち亀のいい話の時みたいなメールだったな、しかし。煙突とか出てきますもんね。立ち退き橋とか。ラジオのシドジェット気流、田中邦衛が食べるラーメンに陰毛が入っていた時のリアクションランキング。3位、ホタル、こら、キクラゲだ。2位、ジュン、店員さんには黙っておいてやれ。優しい。1位、ジュン、ごめん、ジュンがいいのか、ジュン、父さん、これは紛れもなく陰謀なわけでして。難しいな。田中邦衛のリアクションじゃなかったのかい。1位。そうですね、うん、ラジオネーム三平、ビッグスクーターにスピーカーを搭載し、恥ずかしい J-POP を爆音で響かせながら街を走っているやつの特徴ベスト3。3位、味のないダメージジーンズを履き、オーバーサイズの変なグラサンをかけている。2位、十字架もしくはドクロをモチーフにしたアクセサリーがこの世で一番いいものだと思っている。1位、親もバカ。続いては世の中すべての出来事勝手にランキング、何でもランキングでしております、はい、ベスト3のコーナーでございます。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、沢口靖子さんがおすすめするリッツの上に乗せるものランキング、うん、第3位、生クリームとジャム、うん、第2位、ツナとチーズ、うん、1位、
小銭。乗るけど。ラジオネームシドジェット気流。天才卓球少年張本智和選手の掛け声、うん、チョレイの正しい使い方ランキング、うん、3位水谷選手との激しいラリーの末打ち勝った時にチョレイ、うん、2位コートチェンジ後にふと下を見ると水谷選手の陰毛が落ちていた時にチョレイ1位水谷選手のパンツの隙間から2個のピンポン玉が垣間見えた時にチョレイ注意じゃほとんどちょ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 れちょ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 れ水谷さんちょちょちょれちょちょちょれちょ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 れだからそれちょ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 れ何言ってあげとくじゃパンラジオネーム夜嫌いの夜行性 A クラ7の美脚でやってみたいことランキング3位触るシンプルだシンプルだな2位足で首を締められる1位逆上がりそんなに長くねえな触るが一番いいです、ね、はい、はい、ラジオネーム三平かつて夜も引っ張れの出演者たちの間で流行していたであろう赤坂康彦の呼び名ベスト3 3位キャップメガネ2位オーライ君1位あいついやそうだよ、ね、あいつあいつって言ってます、ね、お前もだってお盆師匠のことあいつって呼んでるあいつじゃないですか飽きたあいつじゃねえかよ。ラジオネームムー大陸。死ぬまでにしたいことベスト3。3位、就職。2位、富士山登頂。うん、1位、アナルセックス。しろって。全部できるだろ。全部簡単にできるから。就職難しいですよ。就職難しいですよ。最後ちょっと難しいかじゃあ、うん。ラジオネームセンターエビス。彼、センターエビス。俺がまだ童貞である理由ベスト3。3位。理想が高すぎるゆえに妥協を知らないから。2位。自分に自信がなく。女性とのコミュニケーションを避けているから。1位、母親の育て方が悪かったから。ひどい、ひどい。バカじゃないの全部、全部ダメだわ、理由が。あげときます。パン!ラジオネーム、チェコの大砲。ドローンが運んできたら可愛いものベスト3 3位どんぐり、うん、2位金玉1位広瀬すずいやもう2位で違うからもう2位で可愛いかないだろ別に金玉ドローンが運んできて可愛いもので3位どんぐりはまだ分からん、うん、2位金玉広瀬すずじゃな、うん何が可愛いかな、うん、可愛いもん可愛いもん、まあ、普通はお花とかなあそうですねなんかそんなもんだろうそうですね、うん、なんだ金玉金玉か2位の金玉が違いすぎて1位の広瀬すずがもうわけわかんなくなってるだろ若手芸人のネタに対するダメ出しみたいですよくわかんないよ。ラジオネームラッパーザキバチョフ。さすがの北王子金也でも痛みで少しだけ顔を歪ませるものランキング。
3位、ヒョードルに殴られる。じゃあ、もっと痛がるでしょ。もっと痛がるだろう。2位、軽トラに引かれる。いや、痛えわ。1位、馬にロープで引っ張られて、両手、両足をもぎ取られる。そうまでしないと、普通に顔を歪めないっていう。どんだけ強いんだよ。いい加減してくれよ、ほんラジオネーム S ロー。どうしてもおしっこを飲ませてくれない広瀬すずちゃんの心を動かせそうな一言ランキング、うん、3位、おしっこを飲まれた女優は将来大成するって聞いたんだけどなぁ2位、アナル見せてって言われるよりはマシでしょう1位、お姉さんはすぐ飲ませてくれたんだけどなぁ。なんだよ。動かないよ、そんなことで。じゃあ、そうかなぁって言わないだろ。お姉ちゃんが、うん。ラジオネーム、パンチドランカー、斎藤。小泉純一郎が、ノーパンしゃぶしゃぶで接待を受けた時に言いそうなこと。うん。3位。小泉がダメだというのは構わない。でも、ノーパンしゃぶしゃぶがダメだというのは許さない。2位、構造改革なくして、ノーパンしゃぶしゃぶなし。1位、パンツって出勤してから脱ぐんですか？それとも家から履いてこないんですか？たまにあるけど、なんで小泉さんのセリフ言いたがるんだ今時。ラジオネーム、田中誠志郎。アパートの排水口から失敬した陰毛と髪の毛から、俺が女子大生のものだけを選別していたところ、マヤミキさんが、マヤミキさんと出くわした時の、マヤさんのリアクション。3位、なんてこと、この人は手元も見ずに正確に女子大生の陰毛と髪の毛選別してる、ありえないわ。感心してるじゃん。2位、こんなの一朝一夕で身につけられる技術じゃない、日本に、いや世界にまだこれほどの職人が残ってたなんて。どっちも肯定的に。肯定、今のところ。1位。すみません。ビビットで総力取材させてください。全部褒められてる。一個怒られたら気持ち悪いって言われるのかなと思ったら、全部肯定的な。そうなん？ラジオネーム、ケツダシエッフェルト。ビーズの松本さんが普段稲葉さんによく言っていることランキング、うん、3位、そろそろ音合わせよっか、うん、2位、今日サングラスかけていい？いや、生意気だったらかけないんだけど1位、さっき言ってたパンコンビニで買ってきたよ、あコーヒー忘れた、もう一回行ってくる。そういう関係じゃないから、グラミー賞だから。ラジオネーム、ラジオネームキント。本当の友人は誰一人いないランキング、3位俺、2位翔英、1位要潤。そんなことねえわ。ブレイク